啊，大家好，我叫那个阿庄，古川。他说，他说他是古川，叫他阿川就好了。哦，阿川，川老师。那啊，先啊，我这样先来过那个，差不多40分左右，啊我。历史的部分大概我听你40分钟，然后下一段就是欢迎现在的辅导的，现在辅导部分。我郑俊文，不好意思。これは福島の2011年の写真です。右边这张照片是2011年福岛核灾发生之后的照片。こっちちょっと見えなくなってますが、何の写真かわかりますか？左边这张有一点被遮蔽到了。那大家知道这张是什么时候拍的照片吗？喂，离开长崎广岛，原爆的那什么，是吧？二次世界大战。对。那是广岛的，广岛1946年8月6号以后。那张是1945年8月6号在广岛拍的。で、広島から福島まで、実は日本はずっと、放射線の問題を隠してきました。从广岛被投下原子弹，一直到福岛核灾发生的这一段期间，辐射线对于人体所造成的伤害这件事情，一直都是被隐瞒的。今日のタイトル。機敏と隠蔽したんですが、機敏の意味が今ちょっと説明したいんですが、我们现在讲那个器皿与隐蔽的历史嘛。那器皿的意思，我们先说明一下。広島に原爆が落ちて、大体14万人すぐに死にました。广岛原子弹投下来的时候，大概有14万人就是立即死亡了。で、死ななかったけれども。熱線を浴びて生き残った人が5000人ぐらいいます。没有立即死亡，然后有遭受到那个辐射线那些热能的那些，大概有4000多人。それ以外に30万人ぐらいの人が後から放射能を浴びて被爆しました。另外还有30万人左右是不在直接那个场域，原子弹投下的场域是在周边受到辐射线影响的。その30万人の子供たち、全部で70万から80万人の子供たちにも影響が出ています。而那些受到辐射线影响的人所生的下一代，还有下下一代，就第二代、第三代，这些到现在大概有70万到80万人，其实也在健康的上面有被影响到。合計すると約100万人の人が広島で放射能で被爆しています。所以統計起来到现在第四代咯，有受到那个辐射线影响的大约有100万人是有受到广岛那个原子弹掉下来的这件事情所影响。この100万という数字をちょっと覚えておいてほしいんですが、大家先记得100万这个数字。今からお話しすることは日本政府がこの E-Pi 1年の人たちを見つけた話です。日本政府就是把这100万人，我们接下来会讲那个就是原因的说明嘛。那日本政府主要就是把这个那个器皿，就是代表说日本政府把这100万人丢着就是不管。我们知道那个这个日本首相，有人知道他是哪谁吗？佐藤龙作，佐藤，有没有写在上面？この首相は以上チースアーニンですと、なんか台湾と日本の断交をした時の首相。这位首相就是和台湾断交1972年的时候，日本和台湾断交的那一位首相。
佐藤。この人が伊豆実いいね。広島の原爆記念祭に初めて日本の首相として出席しました。1971年的时候，这位佐藤首相他是第一个去参加广岛的慰灵祭的第一个首相。原爆落ちてから26年目です。这个1971年是在广岛，就原子弹投下来之后，过了26年后。26年間、日本の政府はこの原爆の記念日何にも関心がなかった。而这二十六年来，完全都没有在他之前都没有首相去，那代表政府是不管这件事情的。そしたらその時に、広島のある女性が首相に対して、バカ野郎。那个时候他去那个佐藤首相去的时候，有一个女生冲出来对着他说：“你这个混蛋，你给我滚回去。”でその人は被爆二世でした。那个女生是被爆者二世，也就是她的父母亲有受到那个辐射线的那个被爆，然后她是他们生下来的小孩。でもこのことは日本のメディアにはほとんど報道されなかった。那这件事情并没有在日本的媒体被报道。なぜ彼女は怒ったのか分かりますか？为什么这个女生这个被爆者二世她要这么生气的对首相这样子抗议呢？大家猜猜看。だけど日本政府はこういう人たちを被爆者というふうに認めませんでした。但是日本政府是不承认他是有受到那个辐射线影响的。なぜかというと、残留放射能によって健康被害を受けた人は広島には一人もいない、長崎にも一人もいないというのがアメリカと日本の政府の公式見解です。因为美国政府和日本政府他们都宣称不管是长崎或是广岛都没有残留的辐射线存在。日本政府の定義では被爆者というのは直接熱線を浴びた人だけです。在日本他们只有对于那个实际上掉下来的那个原子弹的那个热直接真的伤害到或是直接让你身体烧伤的那样才叫做被爆者，才有就是健保那一类的补助。だからさっき言った100万人の人は日本政府から何の援助もなく捨てられたわけ。所以刚刚讲的那个100万人，就是实际上是被辐射线影响到的100万人，到现在已经生了第二代、第三代、第四代的，他们是不被承认的。ちょっとクイズですが、この公式発表ですね。ここが問題なんだけど、公式発表では何人死んでますか？大家猜猜看、那个官方表示的那个美国的三里岛核灾、还有苏联的车诺比核灾、还有日本的福岛核灾的死亡人数、各自的死亡人数。多少人？5人。官方的说法，美国三里岛还有日本的福岛都是零。チェルノブイリでは作業をしてた人がその場で33人死んでます。チェルノブイリで33位都是在核电厂工作的员工，所以他们是当时核灾发生的时候就立即死亡的。この数字は信用できますか？你们觉得这样子的数字有办法取信吗？でこれは推測ですか？推測では多分サンディタオは3000人から5000人死んでます。红色的部分是民间的预测值。でサンディタオではこういう現象が起きています。在三里岛核灾发生的时候，大家就已经知道，
幼儿，还有就婴幼儿的死亡率会急速的上升的这件事，上升到53%。で、集団訴訟が何百と起こされました。而那时，在美国也产生了几百件以上的，就是人民去告政府还有电力公司。サンディ島はニューヨークのすぐ近くにあります。サンディ島离纽约非常近。とてもたくさん人口が住んでいる人が多いです。所以它离人口很大量的人口存在的地方是很近的一个点。心臓病、白血病、甲状腺癌、いろいろな病気が出ました。有心脏病、白血病、甲状腺癌的人、很多人发生了。それで電力会社と政府に対して訴訟を起こしました。因为他们得到这个病之后，他们就去控告政府和电力公司。でも一つも勝った訴訟がありません。但是没有任何一个诉讼案，打赢的。和解的意思是？最后都是以和解去结案的。お金をあげて、シャット。お金をあげて、シャット。和解代表说，电力公司拿钱给他们，然后叫他们闭嘴，所以就没有再继续讨论下去。美国アメリカの裁判所は放射線で人が死ぬ、人の健康に被害があるということを認めたことは一度もありません。于是，在美国的法院里面，人因为辐射线生病而人因为辐射线而死亡的案件是没有一件胜诉过的，没有成立过的。で、チェルノブイリでも福島でも同じです。切尔诺比核灾还有日本福岛核灾也是一样的情况。おかしいですね。你们会不会觉得很奇怪？放射線で人は確かに死んでるはずなのに、政府は一度も認めていません。因为辐射线的确是会导致人死亡的，但是政府却从来都没有任何一个政府承认过这件事情。これは事故があってから2ヶ月後にこういう発表がありました。福岛发生核灾两个月后，日本的权威机构国立癌中心做了一项发表。事故の前は日本の放射線安全基準は1年間に1ミリシーベルトでした。原本的人体可以承受的那个就是辐射線量是一年是一个毫西弗。ところが1ヶ月後に日本政府はそれを20ミリシーベルトまで上げました。那一发生核灾之后，日本政府马上公布了。这个基准值改成20毫西弗，就从1改成20。そしたらその1ヶ月後に国立がんセンターが100就好了。那过了核灾两个月的时候，那国立癌中心跑出来说，其实到100毫西弗是可以的。那他说100毫西弗的导致的死亡率，癌症发生的死亡率是跟你抽烟，还有运动不足，还有蔬菜吃太少的死亡率是一样的。日本には他にも権威がある研究所が2つあります。除了国立癌中心之外，在日本还有另外两个权威的就是机构放引炎，还有放医炎。で、その2つの研究所口を揃えて。100ミリシーベルト、何の問題もありませんと発表しました。在国立癌中心说了，一年100毫西弗是没有问题的时候，那个放医炎和放引炎也出来附和他的说法。もし100ミリで何の問題もないんだったら、事故の前の1ミリはどういう意味だったのかさっぱりわからなくなります。如果100毫西弗是没有问题的话，那为什么在核灾发生前制定的基准一直是一个毫西弗呢？事故の6ヶ月後ぐらいに福島でマラソン大会がありました。核灾发生半年之后，在福岛办了一个马拉松比赛。参加者は日本全国から集まった子どもたち。参加的人是从全日本集中来的国高中生。で、こういう地面とか草の中とか空気の中に
放射性物質がまだたくさん残っています。当时在那个土壤里面，还有空气里面，还有旁边的草地，都布满了辐射线。辐射线就是什么？物质から放射線が出るわけですね。那个就是那个辐射线，辐射线它是就是它是会不断的辐射，就是发出辐射的。它在散布在空气中里面，但是它会不断放出辐射出来。例えばここから放射線が出ているとしたら、私は逃げればいいんです。如果比如说那边有辐射线的物质在那边好了，比如说类似，比如说你去找 X 光或什么，它也会有辐射嘛。那其实你就远离它，你就不会受到那个辐射的影响嘛。ところがこの物質が。但是参加马拉松比赛，表示是你自己跑去接触这些，你自己跑去接近这些辐射线，对，而且它是会，因为你呼吸的话，那它就会，被你吸进去。体の中から24小时，every day，吸进去辐射量的话，它那个东西会存在你的体内，然后。不断的放射出那个辐射线啊，在你的体内24小时。逃げられません。所以你是不可能，你不可能逃走，因为你吸进去了。こうやって走ると、物質がこう埃になって舞うでしょ。那跑，你越跑的话，它其实它就是飞尘，它就是会一直飞起来嘛，所以它的量会增加。それを。在跑步的时候，你又会急促的呼吸，所以你更是大量的吸入那些辐射尘。だからとても危険なことなんですが、なぜこんな危険なことを政府、福島県の政府が子どもたちにやらせたと思いますか？所以其实这是一件很危险的行为。那大家觉得为什么福岛县政府要办这样子危险的活动呢？为什么？对啊，そうです。そうです。でもそのためにこういう若い子供たちをすごい危険にさらしたわけです。政府是想要就是装，就像那位小姐说装没事没错，但实际上对于这些小孩子而言，其实这都是危害他们健康行为的。これは毎年やっています。那从那个就是，在那个2011年核灾开始之后，他们每年现在都还在办，每年都办。ちょっと今お話ししたことも含めて簡単な映像があるので見てください。17分です。我们现在先看一段17分钟的纪录片。広島に原爆が投下されてから1ヶ月後、ある人物が日本を訪れた。Great, fantastic Carolan project, which has had such a tremendous impact on the war against Japan. 来日した原爆開発計画のナンバー2、ファレル准将は東京で会見を開いて、こう言明した。広島の廃墟に残留放射能はない。広島長崎では死ぬべき者はすでに全員が死亡し、残留放射能に苦しんでいる者は皆無である。以来現在に至るまで、アメリカは黒い雨や死の灰などの残留放射能による健康被害を否定。その核の傘の下、日本政府も同じ方針を取ってきた。実際はどうだったのか。終戦直後の日本には、原爆被害の実情を伝えようと世界中からメディアが押し寄せた。ロンドンデイリーエクスプレスのバーチェット記者が、外国人ジャーナリストとして世界で初めて広島に入ったのは9月3日。
一面トップに掲載されたバーチェット記者の記事の見出しは原始病。それはあまりに衝撃的なスクープだった。原爆が町を壊滅させてから30日が経過しても広島では人々が次々と恐ろしい死を迎えている。原始病としか表現できない未知の何かが原因で。来日したファレル准将が残留放射能を全面否定したのは翌9月6日。そしてバーチェット記者を呼び出して忠告したという。君は日本のプロパガンダの犠牲者になり下がったようだね。以降原爆報道は GHQ によって厳重な検閲が行われるようになる。実はアメリカは原爆投下以前から残留放射能の危険性について知っていたと思われる。1945年7月に行われた世界初の核実験。アメリカはその時死の肺から出た残留放射線を測定し報告書にまとめている。放射能の肺が空気中に大量に漂っている。深刻な健康被害を及ぼす放射能の肺が検出された。さらに原爆開発計画の責任者グローブスは原爆投下後の8月下旬残留放射線による健康被害を知りこんな電話をかけている。健康そうな広島の復興作業員の白血球が8000から3800に減少した。このことは我々にとってダメージになる。この頃からアメリカの科学者たちは一転して残留放射線の影響を否定する立場に転じたという。一方でアメリカは ABCC 原爆傷害調査委員会を日本に派遣し人体に対する原爆の影響を徹底的に調査した。 ABCC は被爆者のやけどやけがの状態を克明に記録していった。しかし残留放射線については無害などで本格的調査は行わなかったとされている。残留放射線の疫学調査は終わりました。残留放射線は少なすぎて問題外だからです。あくまで残留放射線の影響を否定するアメリカ。アメリカで核政策を推し進めているのはエネルギー省だ。その上級政策顧問を務めた人物を訪ねた。アメリカ政府は残留放射能の危険性を知っていたんではないでしょうか。熟知していました。死の肺の影響は深刻でした。アメリカは核兵器開発競争を進めるため残留放射線の危険性について世界の世論やアメリカ国民を欺いています。しかしその事実は隠蔽されたという。科学者たちは軍と非常に密接な関係にあり軍の手足として働いていました。科学者たちは残留放射線の危険性を指摘しキャリアを失うことを恐れたのです。1953年8月、ソ連が水爆実験に成功。核開発でアメリカは初めて遅れを取った。4ヶ月後アイゼンハワー大統領は国連総会で驚くべき提案を行う。The United States would be more than willing. It would be proud to take up with others principally involved the development of plans whereby such peaceful use of atomic energy. なんと原子力情報を機密にしてきたこれまでの政策を大転換。原子力の平和利用を訴えたのだ。On the one hand, a devastating weapon.
On the other, a tool of a thousand peaceful uses. The people of the world have the choice, if only they can work it out together. 核兵器用に濃縮したウランを民間に転用し、世界中で原発建設を推進していく。それは画期的な核軍縮と思われたが、アメリカの公文書館で原子力の平和利用計画のもう一つの狙いについて書かれた機密文書を発見しました。平和と繁栄を生む原子力の方が、戦争を生む原子力よりも世界に受け入れられやすい。原子力が建設的に利用されれば、核兵器も受け入れやすくなるだろう。現在の世界の世論の下では、我々は核兵器を使用できない。その感情を緩和するため、あらゆる努力をすべきだ。原子力の平和利用と核兵器は安全保障政策上表裏一体で、核には二面性があるのです。そこには平和利用という名目で西側諸国に原子力技術を供与し、核配備につなげようという狙いが透けて見える。アメリカの原子力提供計画のターゲットは日本も例外ではありませんでした。むしろ被爆国であるがゆえ、平和利用のシンボルとして熱心に進められました。被爆国日本の国民から核アレルギーを取り除くため、大使館の指揮のもと、広報文化交流局が宣伝工作を行うことになった。しかし、アイゼンハワー演説からわずか3ヶ月、予期せぬ事態が発生する。南太平洋のビキニ海嘯で行われた水爆実験ブラボー。近くで操業していた日本の漁船の乗組員が被爆したのだ。スカーに隠れてか、肺が当たったとこがみんなポトが膨らんでいて、中に水が通る。髪の毛はどうでした？髪の毛は1週間が10日くらい経って、もう退避したと言うけど、2週間後、焼津港に戻った第五福竜丸からは、自然界のおよそ5000倍の放射能が検出され、死の灰が採取された。死の灰をかぶった乗組員の症状は深刻でした。23人全員が急性放射能症と診断され、緊急入院しました。放射線を浴びた頭皮は焼けただれ、肌はドス黒く変色していた。自分たちの体が放射能で侵されているんだけど、病院にいる間に自覚したもんかった。自覚してる。日本各地に降った雨からも放射性物質が検出され、放射能パニックは全国に広がっていった。一気に盛り上がる反米感情、全国で反原水爆運動が巻き起こり、当時の人口の3分の1が反対の署名をしたという。第五福竜丸事件をきっかけに日本全国で盛り上がった反米反核の動きで、こちらは当時の国家安全保障会議の機密文書なんですが、中を見るとアメリカ側の狼狽ぶりが記されています。核兵器に対する日本人の過剰反応は、核実験の続行や原子力の平和利用に支障をきたす。日本への情報工作の強化が必要だ。日本人患者の病気の原因は放射能ではなく、飛び散ったサンゴの化学作用によるものとせよ。水爆実験の副作用について発表したプレスリリースを読みましたが、核兵器が爆発したこと以外は全てが嘘でした。
誰にも健康被害はなかったと報告したのです。しかし無線長だった久保山さんの病状は深刻だった。死因について日本側一団は急性放射能症と発表しました。しかしアメリカ側はあくまで輸血治療による肝炎と主張、水爆実験との因果関係を認めようとはしませんでした。なぜアメリカは急性放射能症を否定したのか。放射能であるということが明らかに分かっていながらそういうことを言うということについては、実験をまだ続けていきたいばっかしにそういうことを言うのではないのかしらと。そしてアメリカの核の傘の下、日本政府も異議を唱えることはなかった。日米関係の悪化を恐れた日本政府は真実を隠蔽し政治決着を図ります。アメリカ側はビギン実験を国際法上の不法行為とする見解は絶対に取り得ないので、損害賠償として支払うことはできない。慰謝料として支払う建前を取りたい。1955年1月ついに鳩山内閣はアメリカの言いなりとなって政治決着を図る。日本政府は慰謝料200万ドルを全ての請求に対する完全な解決として受諾する。こうして残留放射線と健康被害の因果関係は否定された。原子力の平和利用の宣伝工作をさらに強化していく。アメリカ側が行った世論調査では1956年には7割以上の日本人が原子力は悪いものと答えていたが、わずか1年後には 15% に低下。次第に原子力神話が定着していく。アメリカの思惑がですね、もともとの思惑が非常に成功した例なわけですね。こういうふうに原子力平和をずっとやっていけば最終的には核兵器をですね、受け入れるだろうと。となると原発と原爆は表裏一体だ。そうなんです。もう最初からそれは表裏一体。1957年8月、茨城県東海村の原子炉が臨界に達し、ついに日本にも原子の火が灯った。それからおよそ半世紀、アメリカの思惑通り、いやアメリカの予想をはるかに超えて世界第3位の原発大国となっていった日本。去年原発ゼロ政策が骨抜きにされた背景にもアメリカの存在があった。民主党政権が威信をかけた原発ゼロ政策はなぜ骨抜きになったのか。アメリカの強い反対があったので、政府としてはそれを考慮せざるを得なかったということ、その情報が入ってきてます。圧力は周知の事実だと思います。秘密でも何でもない。何人かのエネルギー省高官は日本は原子力を放棄するべきではないと緊急声明を出しました。今や日本企業はアメリカの原子力産業の買収統合を進め、その技術を担っている。また日米原子力協定では、日本は使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを作り、それを再び原発に利用することを許されてきた。非核国では日本だけですよね、与えられた、ある種特権的な地位ですよね。その前提が今の説明だと崩れてしまいかねないと。北朝鮮やイランとかそういうところがどう見るかってことは多分頭にあったんだろうと思いますね。原発ゼロになれば日本が持つプルトニウムは核兵器用とみなされる恐れがある。プルトニウムはどうするのかと、平和利用の核燃料サイクルを動かすためだということで例外的に認めてると。じゃあそれをやめるのかと。でそこまでまだですね、議論が煮詰まってなかったんです。
官邸に響く声よりもアメリカの意向が忖度されたのだろうか。結局原発ゼロ方針をまとめたエネルギー政策はわずか5日で参考文献扱いとなった。政権交代の後、日米同盟の深化を外交の柱とする安倍政権は原発ゼロ政策の見直しを表明した。今原発輸出は成長戦略に組み込まれ、総理自らトップセールスに乗り出している。